今回は成功哲学で有名なナポレオンヒルの言葉を紹介します。ナポレオンヒルはアメリカの鉄鋼王アンドリュー・カーネギーの依頼で成功哲学についてまとめた人物です。成功を引きつけるのは心の力である。あなたを成功させるエネルギーはあなたの心の中にあるのだ。望み通りに人生を生きる鍵はここにある。あなたは成功に向かう大きな可能性を持っている。しかし、それを達成するには、自分の心を知り、自分の人生を生きなければならない。人間は自分の心の自治権を天から与えられている。自分の心を自分で決めるということが、いかに素晴らしいものであるかを知っておかなければならない。自分自身の人生を生きること、自分の考えを持つこと、自分の願望や目標を見つけてそれを達成すること、そのために天は人間に自治権を与えてくれたのだ。逆境、それはつまずき石ではなく競争剤である。すべての逆境はそれ同等かもしくはそれ以上の利益の種を運んでくるものである。一時的な失敗や喪失の時期を経験しないでまっすぐ成功に向かって進んだ人は極めて稀だ。失敗したとしても内面の自己をしっかりと掴んでさえいれば叩きのめされたままダウンすることはない。凸凹道に紛れ込んだとしても必ず舗装したハイウェイに出るルートは見つかるものだ。揺るぎない信念を持とう。その信念があなたの思考を力に変えるのだ。信念が願望や目標と結びついた時あなたの望みは実現する。信念は思考を現実に変える心の力の鍵となる。人間の心が信じられるなら人間はそれを達成できる。自分の信念を明確にしてそれをしっかり潜在意識の奥に植え付けるのだ。あなたの信念には達成目標を入れておくと良い。するとあなたの潜在意識はその達成目標に向かう方法を見つけるだろう。人間の心が信じられるなら人間はそれを達成できるということを知っていれば強い信念がチャンスを開いてくれる。自分の欲しいものを得るためには信念を確固とした主目標にしっかりと向けていなくてはならない。熱意とは一つの感情であり、その人の考えを体現化したものである。熱意を生み出すのも、消滅させるのも、自分の心次第なのだ。熱意は調和と自信の表れであり、成功をつかむための力を手にしたいという自覚の表れなのである。熱意を持って積極的に話し、自信を持って行動しよう。想像力とは、目標達成のための全計画を練り上げる精神的作業だ。心を鍛え、挑戦させ、冒険させるのも、それが想像力なのだ。思考力は人間に授けられた最大の能力である。思考によって、私たちは分析や比較、選択を行う。想像、視覚化、予見を行い、アイデアを作り出すのも思考力である。人間の作り出すものはすべて、その良し悪しにかかわらず、最初は頭の中に浮かんだ思考パターンに過ぎなかった。すべてのアイデアは思考から生まれ、すべての計画や目標、願望は思考によって作り出される。そして人間が唯一コントロールできるものも、それもまた思考なのである。
成功はまず強烈な願望という形をとる。希望を培い、計画を立て、勇気を生み出し、明確なプランや目標を追求するための行動を促す原動力は、強い願望から生ずるのである。燃えるような願望や目標が確固たる行動に転化したとき、あなたの夢は実現する。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。今回は成功哲学、思考は現実化するで有名なナポレオンヒルの言葉を紹介しました。それでは次の動画まで、さようなら。